今羽田なんですけど、ちょっと出発が9時からの予定だったんですけど10時からになったんですよ。めっちゃ疲れたね。なんかもうこのクマがやばい。今日3時間しか寝てないから。台湾着いたよ。今から入国審査と、荷物受け取りです。めっちゃ寝れました。飛行機の中と飛行機の待ち時間も寝てたし、めっちゃ寝れた。天才じゃない私。撮影前としては準備 OK です。はい、そんなわけで、両替も終わって写真集台両替してきました。なので、今からホテルに向かって、荷物を置いて写真スタジオに向かいたいと思います。めっちゃボロいねんけど。ホテルめっちゃボロいねんけど、見てこれ。まあボロいけど泊まれればうちはオッケーやねん。はい。泊まるホテルここです。さあ今から準備をしたのでユメス工場にレッツゴーです。今超暑いね。なんかこのメガネも個人的に慣れてきたわ。行きまーす。ホテルを出ます。ホテルはアウアーズインっていうところの、315号室に泊まりました。さっきレビュー動画撮ったんだけど、結構安い割には結構いい部屋でした。なんかゆっくりできそうで、でちょっとでも水分とか夕飯とかないんで買い出しに行こうと思います。あ、やば、これわかんないかもしれないけど梅子って書いてある。台北の街並みちょっと探索していきたいと思います。まあ、この辺私よく知ってるんでね、まあ、探索も何も、ホテルの水分補給と夕飯を買いに来たんですけど、ちょっとタピオカ買うか。タピオカ買います。ここでタピオカ買っていきたいと思います。もう買ったんですけど今注文待ってるんですよ。バトルグリーンミルクティーのビッグタピオカのミルクティーと、あと小さいタピオカの、抹茶ミルクティーを買いました。なんか歩いてたら結構気になるとこ多いよね、この辺。いつもちょっと外れのホテルに泊まるんですけど、今回は結構中心地で泊まってるんですよ。足湯が頼めるっぽいです。いいなぁ、足湯行きたいなぁ、ね、これ足湯となんかマッサージもできていい感じかも。タピオカ2つ買って水分も調達してきたので、もうホテル戻りたいと思います。基本ちょっと台湾の夜うろうろするのあんまり好きじゃないので、はい、戻ります。 Can have voice? Yes. And movie? Movie? It is 4K? 4K 移動中です。移動中。 How many?今日は最終日なんですけど、今から写真選択に向かいたいと思います。まずは夢工場に行ってから、2つ目はカルダモンに行きます。結構これが辛いんだよ、写真選択って。では行ってきます。はい、写真選択終わってきました。夢子が追加した枚数はなんと、まあ30枚追加しました。まあ、はっきり言ってね、追加しすぎなんだけど、追加しすぎです。まあ追加する枚数のお金があったらもう一冊作れるんだけど、実はまあでもね、
いっぱい取ってくれるから追加せざるを得ないんですよ。まあそれが車線選択と追加料金の戦いでした。以上現場からでした。写真選択は本当につらいんだよ。自分の写真を消すときってすっごい大変なんですよ。もう一つの写真館のカルダモンという写真スタジオに写真選択に行きたいと思います。写真選択カルダモン終わりました。追加した枚数は40枚です。基本枚数が26枚なので合計66枚選びました。まあ、追加枚数多すぎだろうっていうツッコミがあると思うんですけど、まあ、4着着て300枚以上撮るんですよ、撮影枚数が。だからそこから26枚とか選べないから、そうだからいつも私は結構40枚弱ぐらいは、40枚は追加するかな。まあ私みたいに、追加する人はあんまりいないと思うんですけれども、まあやっぱりね1回しかないから、まあ来月も行くんだけど、まあそんなもんです。写真撮影はまあ高いんだけど、まあまた帰ったら働きます。大好きなパン屋さんを食べて日本に帰りたいと思います。アイスコーヒーとパン、タロイモパンと、これがタロイモパンかな、どっちもタロイモか、タロイモ2つと、これが、ちょっと忘れたけど、多分甘いパン。タロイモ好きなんだよね、ここのパンすっごい全部美味しいから、大好き。帰りたいと思います。とりあえず松山空港にレッツゴー。なんかね、なんか見て結構台北の街すごいよね、交通量すごい多い。私が大好きなパン屋さんなんだけど、ここミータって言うんだよね。ここもう本当ここのパン大好きなんだよね。特にタロイモパンがおすすめ、まあ、全部美味しいけどやっぱり中がもちもちっとしてて、なんかうるさいから聞こえないかもしれないけど、もちもちっとしてて、めっちゃ美味しいの。もちもち得意じゃん台湾って。どのお菓子ももちっとした感触が美味しくて、甘さもすごいちょうどよくて、めっちゃうるさいけど聞こえるかな私の食レポ。まあいいや、はい、松山空港に向かいます。さようなら台北、来月来るけど。松山空港着きました。もう帰ります。悲しい、寂しいね。また9月に来るけどね、1ヶ月後。じゃあこの辺で、週末梅子でした。バイバイ。お土産買いたいと思います。お土産さん行ってきます。行こうぜ、レッツゴー。うちのおすすめはね、これなんだよ。このタロイモケーキめっちゃ美味しいよ。これ台湾来た時みんなに食べてほしいです。あとこの私が好きなのは、もう結構もう来るたびに、私来るたびにもう買わないんだけど、来すぎて。ミルク太陽パイもめっちゃ美味しいです。これ180円かな。うん、そうなの。あとまあまあ定番はパイナップルケーキだけどね、こういう感じ。でこれも美味しかったよ。なんかね、まあ大体食べたことあるんだけどね、私。これのマロンパイもめっちゃ美味しい。個人的には、おすすめの順番でいくと、1番、2番、まあ、同率2位かな、2位。まあ、1位はこれなんだけど、食べ過ぎてちょっと飽きちゃってるんだよね。そして会社の
上司とかも結構飽きてるんだよね。